はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。A 列車で行こう9ライブ配信始めていきましょう。
Thank you.
Thank you.
9時11分着だ。今運行しております。バスの運行を。9時25分発だよな。ということは4時間15分ですね、1往復が。車窓をお届けしておりますが、4時間15分か。空港東のとこですね。今空港東駅ってことか。多分右、このルートは右回りしか走ってないんで、フィーダー路線としては。4時間15分ってことは4本で17時間か。洋服だろうなぁってことは、
これが金ヶ淵か。これ金ヶ淵の循環線だ。これですね、金ヶ淵からどこへ向かっていくのは。完全にフィーダー路線ですね。現までは行かずに。東から逆ルートで。空港東からこの金地を距離が結構あるんでね、このバスの需要が意外とあるでしょうっていう見方に なるよな。リーダー線とこの辺の感染系統をどうするかってことですよね。
まってる。まあ、128を鉄道が全然ないからな。ここで上に上がってルートで行ったとして、ああまあここは地下に潜らないとダメだけどね。128置きますか。どちらにしても128は、128は置いてるか。129を置いて折り返しさせるってことか。で129は6時出るから、128が
うだよな。で6時から21時半に出るんで、果たしてそれがどうなりますか、見ていきましょう。ダイヤウィザード6時発、これ出発ですね。で、まっすぐです。ここで続行ですね。何分に着くんだろう。6時27分だな、多分。6時半。で、右に曲がる。高速の下なんで分かりにくい。で、右に曲がる。高速の下を、15分。7時かな。で、左折。到着。8時39分。の8時45分ですね。ちょっともう一往復してみるか。もう一往復してみないとは分からないですね。
で、これで通過した時は11時36分か。11時39分。つまり11時49、11時45分に出るから3時間かかってんな。2時間45分から3時間かかるんですね。まあでも6往復ですね、これは単純に言って。まあ6往復なら悪くないや。一応車窓ということで。追跡解除しよう、うん、この調子だったら127もやってもいいかもね。ここ東から西西は行かずに、だからな、127をまあまっすぐ、でここ左折、127右折、左折の右折、できる、貼り付けはできるんだ。で一応買いましょう。128が直進だから、10分5分かな。
ラス25分、21時5分5時35分の21時5分か。
128モード。これのつまり左循環ってことだよな。22時ぐらいからだろうな。これ3本この車庫に止まったということになります。この車庫から次々とバスが出ていくってことですね。で、左に曲がる。あ、タイムが悪い。6時18分か。まあまっすぐですね。で、着きます。おっと、ここで邪魔が入る。6時49分。で、左折ですね。
シーン38人かな。ファンもバスが激しく動いてますね。11時33分、11時35分か。2往復目は結局3時間なんですね。一周回るのに。あとはまあ車窓で見てみましょう。まあ3時間ってことですよね。つまり結局は歩けば5時間だし、127番もう一度、5時35分から21時5分か。
まあ6往復ですよね。6往復っていうか往復じゃないわ、これ周回軌道なんで6周です。ここあんまり良くないな。30分のここで引っかかってる可能性がある。あ、ここをぶつかってる。なんかな。
とこの辺行けるようにはしときたいですね。結構距離はまだあるからな。次回あたりはここですね。ここの路線にループ線を作って、環状線を作りたいですね。環状内回り、環状外回り間かな。こんな感じかな。神社もあるし、あんまりでも利益上がってないんですよね。ヒーポートもある。ヒーポート結構稼げるんですね、ヘイポートは。あ、撤去しかできないのか。まあ、ひとまず。バスを。作ることに。成功しました。夕焼けの中で、この地下鉄をフィーダーのバスが充実してきましたね。
さん、次回はな、どうするか悩むところではありますが、やっぱりあそこで なんかぶつかっているところの配線見直ししないとダメですね。配線見直して、ダイヤを変更して。スムーズな、運行をやっていきたいと思います。他は何があるかな。地下鉄の延長とかもありますね。やってもいいと思います。それから新の新しい拠点の環状線を作るっていうのも目新しさの意味ではいいんじゃないかなと思いますので、そのいずれかをやりたいと思います。本日は、ここまでになります。ということで、空港、アクセス地下線に接続する路線バスを作りまして、3台ですね、バスを作って、それぞれの系統、別々の系統として作りました。環状系統みたいに、変形の環状系統な感じですね、はい。この A 列車で行こうではですね、この作った街並みを BGM に合わせて BGV として深夜に公開したりしてます。ぜひそちら、見ていただければと思います。ツイッチで、公開してますので、ツイッチでご覧ください。ツイッチのアカウントフォローお願いいたします。もちろんビルド編も基本的にツイッチでやる予定です。そして、2日後の翌々日の午後9時21時からYouTube でアーカイブを上げております。そちらの YouTube もぜひ、アクセス、チャンネル登録をお願いいたします。 Please Switch My Channel Subscribed and Good Live Watch and Good チャットコメント Please YouTube、アーカイブ Watch Live Watchムービー&チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。そしてツイッターもやっております。今のやっているツイッチのチャット欄に、YouTube のチャンネルリンクとともに上げておりますので、ぜひアクセスの上まだお方フォローお願いいたします。ツイッチマイアカウントウォッチ&アカウントフォロープリーズ。
ということで A 列車で行こう9ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。